複写機複写機は原稿や本当を複写する装置である。一般にはコピー機とも呼ばれる。初めてジム機として幅広く使われた複写機はジェームズ・ワットによって1779年に発明されたものである。ワットはインクが裏まで染み込みやすい薄い紙を使い、それに別の紙を重ねて、 圧力をかけることによって、紙から別の紙に内容を転写する手法を考案した。ワットの副写機は、商業的成功を収め、20世紀まで利用されていた。現在使われている副写機の種類には、大きく分けて、ジアゾ副写機、ジアゾ式副写機と PPC 副写機、プレーンペーパーコピーや、普通紙副写機がある。現在では、ほとんどが PPC 写機であるが、 ジアゾ副写機も、設計図面用、特に A2 版以上の大判用紙に根強い需要がある。現在使われている p p c 副写機には、拡大や縮小機能を持つものも多く、用紙も様々なサイズのものを用いることができる。乾式と湿式があり、乾式がよく使われる。また、カラーコピーも可能な副写機も多い。用紙は一般には普通し、コピー用紙が用いられるが、 OHP シートなど特殊な素材にも印刷できる機種もある。大量の用紙をストックする用紙化セットと一時的に特別な用紙を挿入するための手差しと例を備えているものが一般的である。また、副写機という名称からもわかるように少数の副写を作成することを意図しており、簡易に副写を作成することができる反面、コスト面、速度面から大量印刷には向かない。 通常、大量印刷にはオフセット印刷機が用いられる。オフセット印刷機と副写機の中間に位置する機械として簡易印刷機があり、広範印刷を用いた理想科学工業のリソグラフなどが学校、観光長度で普及している。2000年代に入り、ビジネス向け副写機はほとんどがデジタル式である。また、パーソナルコンピュータトランの普及に伴って、 複写機、プリンターファクシミリ、イメージスキャナなどの各種脳が統合されたデジタル複合機が使用されるようになった。これらの複合機には、ラン経由で操作が行えるものも多い。日本ではメーカーとしてはリコー、キャノン、富士ゼロックスなどが高いシェアを持つ。販売はメーカー系、独立系合わせて多くの応援機器反射が行っている。その他に、 いくつかのメーカーがデジタル式の複合機を作っている。ドイツで開発され、1951年にコピア、1979年にキヤノンが資本参加し、2000年にキヤノンアップテックストが合併してキヤノンファインテックとなる。現、キヤノンファインテックニスカが世界初の小型事務用失式ジェアゾ複写機 M 型の販売を開始した。湿式 乾式、熱式の三種類があり、どの複写工程も、原稿と複写し、観光紙を密着させ、複写機内を通過させながら、紫外線を照射する。この観光過程で、原稿の地肌部分にあたる、複写紙上のジアゾ化合物を分解させることにより、線像を形成させる。次の現像工程で、ジアゾ化合物が残された、文字、線部分で、化学反応により、色素が生。 発色する。現像後の副写紙の発色には青色、黒色等があるが、青色が主流だったため、青焼きと呼ばれた。また、ジアゾ副社器は、青焼き副社器、青焼き器と呼ばれることがある。湿式は旧式の小型機に多く、液体の現像剤を塗布し発色させる。一方、乾式は、業務用大型、高速、高価格なタイプで使われ、現像の工程で、 アンモニアガスを用いる黄板の紙を湿らせるとシワが生じやすいため、現像後は紙が湿っているため乾かす必要があったが、それでも青写真よりは観光後の耐久性も高く手間がかからなかった。後には現像液を必要としない観光紙を用いる熱式が普及し、さらに使いやすくなった。熱式では、兼食材を内包したマイクロカプセルに、 紫外線で露光して、露光部のジアゾニウム紙を分解する。その後、熱で現像することにより、マイクロカプセル内の検色剤が放出されることで、ミロ光ブが発色する。ジアゾ副写器は透過光を使うため、現行は透過性の高い用紙が望ましく、トレーシングペーパーや第二原子と呼ばれる半透明の専用用紙が製図分野で使われた。PPC 副写器。 普通紙副写機は1938年にアメリカのチェスター・エフ・カールソンによって後にゼログラフと呼ばれる基本技術が発明された。その特許を米ハロイド社、現在のゼロックスが買い取って製品の開発を進め、1959年に世界初の事務用 PPC 副写機が開発された。その後、リコー、キャノンなどからも製品が開発され、 現在に至っている。ジアゾ複写機のことを青焼き複写機と呼ぶのに対して、p p c 複写機のことを白焼き複写機、白焼き機と呼ぶことがある。p p c 複写機は大きく分けて、作像部、用紙搬送部、スキャナ部に分けられる。デジタル式複写機の場合、コンピュータ用のスキャナと同様の仕組みで原稿をデジタルデータ化し、観光体を露光する、レーザー光を生成する。 アナログ式副写機の場合、現行に照射した光源の反射光をミラーで誘導し、レンズを通して倍率とピントを調整して直接観光帯へ当てている。アナログ方式で倍率変更を行う場合、主操作方向倍率はレンズによる倍率変更であるが、副操作方向は第1、第2ミラー台の移動速度を変更して行う。スキャナ部のオプションとして、 以下のようなものを接続することが可能な製品もある。PPC 副車機の一種である。以前は、紙を中間転写ローラーに巻き付け、各色ごとにトナーを転写していたが、最近の機種は、中間転写体に各色のトナーを転写し、そのトナーを紙に転写する構造になっている。これは、コピー速度を上げるためや、中間転写体を用いても色ブレを起こさない制御が可能になったためである。 通常、モノクロ複写機と比較して、定着温度及び、ニップ圧が高く設定されているため、違う機種の裏紙を使用した場合、裏紙についているトナーが溶液して加圧、ローラや定着ローラに付着し、さらに用紙に付着してしまう、採点者という現象が起こる場合がある。また、ラベル用紙やコート紙等の特殊な用紙は、用紙の想定範囲外仕様になりやすく、 専用紙や推奨紙以外の使用はトラブルの原因になる。現在ではほとんど用いられていない方式について説明する。一般に著作物の一部、または全部を複写して無断で配布、または販売すること、複写すること自体ではないは、一部の例外、学校での授業用に配布する必要最小限の資料などを除いて、著作権、複製権、 出版権に抵触するので、それが禁じられている著作物である場合には、著作権法に抵触する。その場合には、著作権者の許諾を得ることが必要であるが、手続きを簡素化するために、日本副社権センターに、権利業務が委託されている場合もある。一般に、紙幣、偽札、小切手など有価証券を副社することは違法である。これらに関しては、実際に、 公で使用しない目的、個人的なコレクション等であったとしても、本物と紛らわしくなるものをなすること自体が違法とされている。講師についてはまた別に法があるが、司法行政機関が悪質であると認めた場合は、副社した行為自体をもって刑事罰処分、X、千円札裁判を受けた例もある。また、副社物に対して副社家を特定できるように、 コピーの一部に機械番号が薄い黄色のドット、暗号ドットで印字される方式がある。目視では確認しづらいが、コピーされたものをスキャナーで黄色抽出し黒色に変換すると、機械番号が確認できる。万が一違法な副写が行われた場合のためのものだと説明されている。紙幣については、それを認識してコピーなどの文字が入ったり、 黒く印刷されたりするようになっているものもある。一般には単なる画像を認識によるものが多いため、出来の良い、ガンの紙幣などでも検出してしまうものなどもあるが、その一方、ユーリオンと呼ばれている巧妙なものもある。実態は、発見銀行内し国家当局の秘密であり、副社機メーカーの関与も疑われているが、そちらも、企業秘密であるが、この目的だろうと想像されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。